えー、今日はですね、えー、私の娘の話なんですけれども、今の、えー、6歳ですね、えー、4月から小学生に入る子なんですが、えー、一人称、自分のことをですね、えー、僕というふうに言っておりまして、ちょっと、まあ、半年ぐらい前からですかね、でまあ、今日ちょっと気になってですね聞いてみたんですね、なんで僕っていうのと、それとあの幼稚園でまあ流行ってるということらしいです。 なんで、まあ特に自分がまあ男の子っぽいからとかそういう感じでもなくてですね、なんかそのまあ周りに影響されて、まあ、自分のことを僕と言い出したらしいです。まあ最近そういったら、まあ、芸能人の方とかでもですね、えー、自分のことを僕っていうふうに言う女性の方もなんかいらっしゃるみたいなんで、まあ別にね、まあ最近の風潮ですし構わないとは思います。ただ、あの、小学校に入ってですね、 まあ授業中なんかに、まあ、当てられた時とかですね、まあ、自分の意見を言う時に、えー、僕はこう思いますと、えー、僕はなんとかだと思いますとかですね、えー、そういったまあ,ある程度公式な場というか、フォーマルな場で、えー、僕を使ってもいいのかと <laughs> ちょっと疑問になりまして、まあ、我々でもですね,、あのー、ね、会社でお客様と接する場合は、僕はじゃなくて、まあ、私はとかですね、そういうふうに言い方変えると思うんですよ。で男のの子もですねあのー えー、学校なんかでは多分い,いつもは「俺は」とかって言ってる子どもでも、えー、授業中は「僕はと」と、えー、いうふうに言い換えると思うんですよ。なんでまあその、ね、男の子が「僕」でよくて女の子は「僕はダメなのかっていうのはちょっと分からないですけども、まあ、その授業中なんかで女の子が「僕は」というよりは「私は」というふうに言った方が綺麗いんじゃないかなと思うんですけどもちょっとその辺どうなんでしょうか。 うーんね、友達とも遊んでたりね普段家で「僕、え、は、ー、僕は」僕はっていうのは全く問題ないと思いますし何も、ね、違和感もないんですけれどもそういった、まあ、学校とか、まあ、人前とかですねあのフォーマルな場で「えー、僕は」っていうのは許される時代なんでしょうかとちょっとわ <laughs> からないんですけどもで一応今日はですね,、まあ、ね学校の授業中とかだったら「私は」っていうふうに言ってみたらとは言ったんですが、えー と、それもあの、ね、今の時代言ってもいいのかどうか悩みながら伝えたんですね。まあ、それがまあね。4月以降1年生なんでまあ、本人がどう取られるかわからないですけれども、もというふうな感じでしたね。まあ、当然ね。我々があの小学生時代の頃っていうのは男の子はね。俺が僕ですね。女の子は私とかうちとかですね。まあ、自分の名前でね。自分のことを呼んでた人もいらっしゃったと思いますし。 まあ時代とともももに、ね、変わっていくものもあってていいと思いいくのあ思ますし、ただ変わらない部分もあるのでですねまあそれがどういうふうなこのバランスで今の学校とかこう成り立ってるのかがわからないんでちょっとまあ疑問に思ったという話です。はい、ちょっとまあ取り留めもなくてあのいつも通り結論もないですけれども、まあ、こんなことがありました。うん、以上です。